1030人ぐらい打ち切りなんですよ。で兵庫なんで10時回転なんですよ。で6時45分に着いて、これすげえよ。まあでもなんとか滑り込めたんで、一応台数400ぐらいかなあるから、まあスロット座れる番号行きたいですね。ちょっと押してから時間かかるね。行きます。チュンからの、なんやこれ、どうするさあ、入場でございます。ちょっとマジでユニコーンだけ見ていい？空いてるかな、ちょっとわからんな。いやーどうやろ、空いてたらええな。いやー空いてるかな、うわやばい、埋まりそう、埋まりそうやけど、いけるかな。あー空いてる、空いてますね。はい、いきなり、いきなり下克上、ユニコーン取れました。現在時刻13時11分、スロット開かねえ、今日やっぱ週末やし、舐めてるまあまずスペックっすねが、349分の1で当たって、ラッシュ突入率が 50.5%、 ラッシュの継続率が 72%、 まあちょっと抑えめなんですけど、取った時の 25%、 4回に1回ですね。で、ラッキートリガー覚醒ハイパー入ったら 85% オール1500パスになります。あの覚醒ハイパーを 85% でできるっていう、それがこのいい機の持ち味と、あとはまあこの下に書いてある通り超デカなんで、まあ帰りやすいんですよね。で信頼度がねピーキとちょっと違うところあるんで、基本的にはピーキより全体的に、底上げされてます。期待度はで注目エース4つ全部一緒なんですよ、初代とね。で、2つ複合したら、まあ、チャンス、まあ、熱いと、あと3つ複合したらピーキは当たりプラスラッシュなんですよ。ただイーキの方にはその解析は載ってない現状ね、占有率の問題ですね。3つ複合して当たりってなったらもうやっぱ 50% 突入なんで、まあ期待度が薄れちゃうっていうところもあるんかなっていう、コメントで教えてほしい。イーキで3つ複合したことある人おんのか、でそれがラッシュ入ったかどうか。まあ今とりあえずノーカスで売ってるんですけど、まあ何かしら起きたら期待しちゃって OK です。基本的にこの変動速度なんでめっちゃ速い、まあ、保養やったんでね、今は特に速かったんやけど、特定のエースもないです。疑似連とキャラリーチがなくなってる。だからそっから言えんのは、当たるとき結構頭から分かりやすいエース持ってくることが多いです。まあ目標はもうとにかくラッキートリガーやな、 85% の覚醒ハイパーをやりたい。こっちの方が熱くなれるよね、ピーキより。まあピーキはマジで安定してる、ただやっぱこっちはそのラッシュ入った時の喜びプラス右打ちの継続した時の重み、そして覚醒ハイパーラッキートリガー発動した時の期待感で、通常時も通常時でもう回転率めっちゃいいから、まあ世間的にもそうですし個人的にもいい気の方が好み。あ、ミッションなんすか、通常時全回転、見ればじゃなくなりましたね。めっちゃ楽しみたい、今日ちょっといっぱい打ちたいっす2枚目、何も起きねえ、もう打って400余ってます。時間はそんな経ってないっす、今打ち出して1時間ぐらいなんやけど、もう400以上回ってんすね。パチンコってやっぱ回ってなんぼっていう話やな、その当てれてない区間をこうやって進めれてんのはいいことやな。なんか起きてくれないと何も喋れないです。3枚目です、何もない本当に。おお来たー、下から上っすね、ユニコーンアタックいけばでございます。でこれもう変動開始から、オッケーオッケー、まだこっちだったらマシやね。オリフェンカ紫デストロいちゃうか、ノーマルですね、生コーンです。で最低緑やから最低 30% あるっていう、紫 OK 40% あります。でレバブル来いないか、図柄拡大強いですね、左右の図柄見えへんくなったら大なんで、ただやっぱ頭からね拭いてほしいんよね。いやー中途半端やな、これユニコーンアタックいかへんか、いったら熱いぞマジで。
い、テロテロ言え。うわ来た、これ当たるぞ。さあ法則適用でございます。で、ユニコーンアタック今回ね減らしていくんですよ、どんどん。でここ1個超えたらデストロイになります。マジか、生か、いやマジか。どうしたらいいっす、さすがこれ法則なかったら無理やったかもな。OK ってことで2万3500円ですね。いいね、ハンドル持ってますね。この役物マジでかっこよくなったというかクオリティ上がりましたよね。大事なのはこの後ね、ファイナルチャンスまで行きたくないのよ。ここで覚醒ないか、ぬるっと動いたり、上下に行ったりとかそれでもがあります。動きはせん、それでももうないってことはファイナルチャンス。いやこれがいいとこやな、やっぱ静寂の通常時に一つ何かあれば期待できるっていう、このメリハリよ、この緩急、よし、めちゃめちゃ大事。ラスト入れなきゃいけないっていうこのプレッシャー、通してくれユニコーンボール。今作入れ、まだある、それでもって言ったら、そうなんですよね、入らないんですよね、50敗やから。じゃあちょっと1回当たったんで先読みチャンスにしましょう。先読みチャンスのみでいきます。でやっぱその通常時の回転率がいいんで、まあ、こうやってちょっとどんどん、まあ、カスタム変えていきたいなとは思ってます。結構ねこのいい機と先読みカスタムは相性いいと思うよね。やってない、まあ今ちょっとできひんな、子供が夏休みでギャル好きがない。あーまだ終わってないな、読書感想文とかその辺を残してるわ。基本のスプリントとかも終わってんな。おーえらい、思えへん、おほんまにほんま追い込めへんでやーって。いやえらいなほんまでも、どうしてこうなったって。4枚目です。まあまだまあラッキードリガー発動したら一瞬っすよ、こんなのこのスペックだとね、ある程度投資かかっちゃうのは仕方ないっすね。理解はできないっすけど、なんもない、やばい、あのこういうもんやけどな、退屈や正直。ラッシュできたらクソヒリつくんやけどなこれ、ほんまめっちゃおもろいよなこのラッシュ、この台のラッシュはすごい、その入り込めるよね、このいい気のラッシュは全力で臨めるというか熱くなれる、平気で分母超えるやんこれ。おっ来たー、いやーごめんなさい、これ5枚目待機してました。ただ先読み来たよ。でこれ時計回りか、時計回りなんで、ユニコーンチャンスかバンシードルリーズでノーマル、獣がいいっすね。まあ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 、バイブはない一応夜背景、これ今作から加わった演出ですね。めっちゃ微妙っす。ああ大ね、一応発見した。で今回上に上がってから文字出るんで、まあ、激安やったら 95% あります。決戦同然ツール、いやめっちゃ弱いわ。アーコールや、いや強い、あるこれならある、テロップよし赤で、あとテロップと、それでもルートと最後の赤カットインがあります。で今回からねそれでもルート行きやすい、行くルートが分かりやすくなりましたね。バラージが下向いて上上げる瞬間、ここ出てこい、あーない、いやめっちゃ怖え、赤ホールやぞ。紫やめて、くーお願い、おい赤やぞ、いい気の赤やぞ、ダメよこれまずい。5枚目いきましょう、重たいってこれ、
教えてや、先さっき教えてくれたわからんよ、これ。まあでもほんまなんかあんまハマってる感覚ないのに上向いたらもう700だよね。6枚目です。おお、来たー。時計回りの紫っすね。あが、まあまあ悪くないスタートは。で、一応割れてのこれなんで、あ、変わる。もう外されへん。レベル3金、いやこれはもういったね。これぐらい分かりやすいのがやっぱ頭に来てくれるのが一番助かるわ。決戦、オーケー、もらいました。ロニさんやけどね。まあもうここでチャンスアップなんか必要かって言われたらそうでもない、足りてます十分。赤い裸です。赤やったら裸なんで、これ892回転5万5000円全然いけんねよな、これ。入ってしまえばね、ラッキートリガー。いやーいいねー、エメさん、ヨニさん倒してエメさんよ。ぶち込みます。4割弱バラージモール、ユニコーンモール入ってくる、来い。まだ分からん。だーもうなんでやねんこれ。もう嫌やって、嫌やってこれ。もううわー、もうあかん、もうきつい、きついよ、きついこれ。うわーマジで。まあ、まだもうちょい行きます。先読みチャンスも当たったんで、次先読みなしにします。だからもう変動開始時急に、まあ熱い予告とか来たらっていうパターンですね。やっぱそのいい気特有の変動開始時から結構熱いのが来がちっていうのがあるんで、まあ、それを先読み段階では分からず急に来るっていう。でもこれもね普通におもろいっす、先読みなしも。まあ、シードとかはね、特に先読みなしめっちゃおもろかったんで。そう、こういう感じよね。まあでもこれは紫やからそんなんやけど。ああ、まあまあまあ、楽曲リーチ6やったらいいんすけどね。これがバンシー行けばあるあるある。早速先読みなしのいい展開が来た。赤まで、赤まで、なんなら金、もう一個上がれ、よっ金まで行け。いや上がらんか。まあ十分ですね、赤まで行けば。橋先輩上がりきってまい、中央までよっさあ、ちょっと対決。さあ僕これ初めて見ます。いっそこの間ねやってましたけどね。激アツ来た、早い。こっからマジでかっこいいよね。俺たちに力を貸せよ、二人だってんやから。最高やな。で頭から文字色がね変化する場合もあるんですけど、こう上がってきて赤竜城、まあ緑はないですね、赤。ここで変わるパターンもあります、赤いですね。あとはもう一緒っすね。それでもが3回出るんですけど、最終的な文字色で1回とか出てくるっていうデフォルト。まあまあでも大丈夫っすね。と、最終のイルミとかもあるんですけど、今回はないです。あんただけは落とす。レバーもデフォルトでしたね。入れよう、3回目彼らに任せよう。任されました、入れるぞ。さすがに入れます、お願いします。ラッシュやらせてください、入ってくれ、すぐ行け。よし来た、
こめっちゃ好き。NTD 原作通り、 NTD レインボーバージョンで。よし、この価値が重たい。カスタム一旦引きすぎますか、なしでやりましょう。転落行く前に当たりを取れば1500パス、そして 25% で覚醒ハイパーラッキートリガー 85% に上がります。やります、やらせてください。45分の1、簡単にいける。この楽曲めちゃめちゃいいんですよね。 RX0 原作では1回しか言わないんですよ、ユニコーンって。めっちゃいいシーンで言うんですけど、その後に流れるのがこの RX0 なんですよ、ね、やめて、止まんな。うわ待って、キラキラないね。シナンジュ君だ、これエレマリーナさん、あのビームでわかるんですよね。4つある、大丈夫、マリーナさんは勝てる。この2つのビームサイブルがね、デストロがかっこいいですよね。3回目、よし 25% で覚醒ハイパー、この期待感よ。ラッキートリガーをかけたラウンド紹介いきます。7になっちゃったらね、話じゃないんですけど、それでもとかね、ここでないか。でやっぱ多いのは覚醒チャレンジ経由が多いんですよ、発動するときってのは。この後ラウンド消化の、画面始まるんですけど、始まった瞬間に覚醒チャレンジの煽りが来ることが多いです。この後すぐないか。でもこの後ちょっと経ってから来る場合もあります。ないかな、ここまで来たらないか。面白い、急に面白い。これでもこれ入れたら全然まくれんねえよな、5万5000やけど。あとデストライラッシュってこの後始まるんですけど、その時にモノクロ背景になったりしても入ります。 OK、 ここでねモノクロになったりしても入る。まあ結構レアやと思うけど、はい、あの先読みチャンスにします。はっ、ラッキー、やった、突然当たり。カスタムいじったら、ごめん、ちょっと待って、先読みチャンス変更になりました。次から7、3、3ってダメっすか。おまけない、覚醒チャレンジの煽り来てください。とりあえず来い、あ、俺来た。でロゴ完成したらラッキードリガーのチャンス。いやでもこの後もう一回入ることあるんで、まだわかんないです。もう一回煽ったら熱いぞ。不利か、あー、くっそくっそ、楽しい、入らんけど楽しい。え、多分先読みチャンスに変わってるんですけど、これ先読みチャンスまたおもろくて、占有率が 30% ぐらいしかないんですよ。ただ先読んだらもうほぼ当たります、 90% 超えなんで。だからバランス結構いいんですよね。先読んだ時点で優勝。熱いのよこの BGM、 マジでこの RX0 が俺をまたより熱くさせてくれてる。頑張れ、うおー、マジ目まぶる、マジか、うわ耐えたわ。マジか、それでも言いましたね、これない、それでもって言ったら何でも覆ります。まず文字来てくれ、確定チャレンジ、あー煽りすらないか、この辺でないか、もう一回来た、これこっちの方がロゴあるぞ、こっちの方がね、なんか多分強いと思ってます勝手に。出回したら確定、ボタンでやったら 20% チョイス、覚醒せよ、成功したら確定ハイパーいきます。ガーッ、あーマジか、いやそんなことないか。この絶妙なハードルね、これがいいよね。いやいいね、いいね、でも取るぞ絶対、取らずに終わらんぞ俺。あ、しゃが、あー待って、いやーこれで行かれたら困る。回避、めっちゃやばい、めちゃめちゃやばい、ボタン2個しかないっす。取ります、たまに倒す、
決めろ。うわマジか。72%でこんだけうまくやれてる。8号だったらどうすんねんこれ。来い来い、よし完成。取ります。ええやん、先読みチャンス悪くない、バランスがいい。先読まんでも死なずに勝てるっていうこのバランスイメージ。45分の1を取った後に4分の1を取る、そのイメージ。4か、よし、それでいい。切りつくよなこの感覚。うわめっちゃいい、これこれテンパれ、頼むテンパってくれ、これはテンパっていい。止まれ、オッケー、激アツ、よし、うまい、マジうまい。すごい自分の心拍を感じるこの台打ってると、右打ちしてると。あ、俺なんでないねん、なんで取れへんねん、もうこんなに。いや、どうこれ、ラウンド5あっていいんちゃうか、途中やぞ。またネバーで来い、もう終わらせろ、ボタン。ああもうマジか、入ってや、止まれ、止まったら当たる、よっしゃ。はい、始まっす。ない、4ラウンド目に来た。次まちまちやな。あーダメか、あんまその頭で来ることの方が珍しいのか。いやなんか俺は最初見た時結構頭が多かったんですけど、そうでもなさそう、ごめんなさい。まあ、ちょっと俺も情報を蓄えきれてない、まだニュータイプに慣れてない。ブライトさん、あーいい、めっちゃいい。4やけど大丈夫、読んでいける、止まれ。うわマジで言ってんのそれ、どうした、めっちゃ頑張るやん、すごくない、満発いったよ。 72% だけで内部的に確定ハイパーかもしれない、これ。あ、来た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 、まず完成。うわーもうなんで、なあもうほんまにもう、いやーもう一回降りこい、ここで来た、これ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 、このパターン、これちょうどいいもらった。横の方はこのパターンで入ってました、2回の煽りのパターン。レバーディー、いきます。おおこれはやばい、これはすごいぞ、満発出してから覚醒ハイパー、ただ待て、まだな、まだ笑うな。 72% より 85% の方が下手な可能性があるから落ち着いて。来たなこれ、やったぞ、ラッキートリガー、クソかっこいいやんけこれ。リリーさんもおる、いいハイムにするって決めてた。で、覚醒ハイパーの一番汁出るカスタム、コンスタックからできるようになった。先読みなし、レバブルアップ V フラオン、これです。叫びはいらないです。変動開始時にレバブルと V フラが起こります。飛びます、このカスタム、やばいなこれ、めっちゃおもろいわ。あーもうめっちゃいいやんこの台、大好きやわ。占有率が 60% ぐらいなんですよ両方ね。だからしゅで、この後スペシャルユニコーンフィーバー、コンスタックから保留連の保留連取ってる場合ほとんどエース出るようになった。ここで万死の角、まあないんですけど、なかなかないんですけど、基本は。でもここにそのエース加わっただけでグッと力入ります。あのフィーバーのところでスペシャルユニコーンフィーバーがピークじゃなくなったっていう。入り込む、あとは
ネバブルとVフラを感じるだけ。リーアイアムを聞きながら、エメさんのこの素敵な歌声を聞きながら、聞きながらVフラとネバブルを感じる。これやばいわ、みんなこれやばいわ。この先を見出してのネバブルとVフラやばい。まあ、V フラなってないけど、今日今んとこ。ここ10回目ないね。はあ、はあ、ほんまにね、あんま言いたくないんですけど、シードみたいに並んでよかった。やっぱみんなに認めてほしい。ガンダムはあんまこう続編がねめちゃめちゃおもろいっていうのは、まあ、そんなにないじゃないですか。いい意味で期待を出ろよそれ、バンシーなんで急に方出るんすけどね。うわー、かいくぐったか、そこをあえて。それをまた面白い、悪くない。ほな4500でええやんこの音聞いてくれ。あー4500超え、まあ3000やな。からのこれよ、伝統のあー飛ぶ飛んじまう。なんて面白いねこの台、やばいわ。買ったわ、まくった、ごめんほんまに、ありがとう。やばいなこれほんま、やばいなこれ、すげえよユニコーン。イメージしろ、エバブルとVフラを落ちる気なんてせえへん。なんせ220分の1、ネオジオングの気配を感じない、この覚醒ハイパーからは。入り込め、この空間に入り込むんや。止まれ、よし。いやこれなんもないから怪しい。あるんすわ、それやりだしたらもうやばい。あかん、めっちゃおもろいわ。刺され、熱いな、あのフィーバーの後。あーこれ持ってかれる、最後フレームの強振に持ってかれる。なんなんやろなこれほんまもうなんなんやろなこれ。このエメさんのこの透き通る歌声の間に差し込んでくる脳汁の音というか。15連目ないね、2万発いきました。俺はこの台を、この台を打つために生まれてきたかもしらんもう変なことばっかりしちゃう今、もう今出てるから何でも言っちゃう。もうほんま褒めすぎちゃうよ、こんなこんなおもろくされたら。俺が強すぎてネオジオングとランクが違う。空当たらん、うわーうわーダメだこれ、おかしくなる刺さっとけかあー楽しい楽しすぎるユニコーン。なんかもうあんまないこういう感覚、打ってて、パチンコ打ってて体全体がゾクゾクする、危ない気がする。もはやサビ声、今やここに差し込んで声。俺は今エメさんと一緒におる、邪魔しに来い。いけるいける、大丈夫。いやこれ待って、耐えてくれ頼む。うわー来たか、ついにちょっとハマりすぎた。おお大丈夫です、これもう。うわ2回来た、マジか。これ超えたら俺はいけると思う。来たか、プレッシャー感じないっす。落とします、まだある、まだいける。
早めに上がれ、ここ出てこい、くー無理か、来い、あー終わったか。このリザルトでレバー引いてバイブったら保留レーンとかあるんですけど引かんときます、怖いんで。これできやがったら保留レーンで出てこい、あーないか。やっぱね、いやなんかもう今余韻がすごいんですけど、先読みなしレバブル V フラ、この3つめちゃめちゃ相性いいっす、すごい面白かった。これはねぜひ皆さんにおすすめしたい、カスタムス覚醒ハイパー。まあでもやっぱ覚醒ハイパー入るまでの流れがマジでひりつくしおもろい。もう一回です、まだ満足できてない、こんだけやったけどまだ俺の体満足できてないなって。まあ、結局カスタム、まあ3つやったかな、なしとチャンスとおすすめ、やったんですけど、まあ、結局自分の中で答えが見つかったのがやっぱなしかなっていう、唐突に来る熱さというか、その結局デフォルトとか、チャンスでやっちゃうと何もない保留っていうのが、まあ、死に保留になっちゃうことは多いじゃないですか、まあ、それをやっぱなくしてくれてるんで、でプラスでそのいい機のその通常回転の速さが、結構マッチいい感じに相性いいかなっていうふうには思ってるんで、まあ、ちょっとなしで、もう一回当たり狙います。で、まあ、叫びもあるんですけど、まあ、なったら 50% ね、のやつもあるんですけど、まあ、それやっぱ皆さんよくやってると思いますし、よくも悪くも、まあ、ありがちというか、手感じになっちゃうんで、まあ、ちょっと今回は、叫びなしでやろうかなと思います。お願い、余るやん。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。せめて鳴らし、ドーン、やっぱ叫びなんすよね、ごめんなさい、あのレバーブルつけてます、震えろ、よし来た今日やってるやつ行ったりました、 V フラもつけてるんで行きます、確定レバー、入れよ、入れ、入ってくれ、もう一回ラッキートルが入れたい、来い、よっしゃ、よう入ってくれた、もう一回入れます、次はユニコーンラッシュから覚醒ハイパーへ、取ってくれ、終わりました、うん、負け、お疲れ様でした、参りました。投資と回収一応こんな感じでして、一時2万2000発まで持ってたはずが最後の1000ハマり単発によって全て失いました。まあもはや清々しいですね。まあでもやっぱ追いかけたくなる、面白い、特に右打ち破壊力やばいっす、だから攻めた結果やから別にまあ後悔はしてないです。よくラッキートリガー入れたなと、そしてちゃんと結果2万発いてきたなと、カスタム面白そうやなと思ってくれたらグッドボタンよろしくお願いします。あとみんなのおすすめのカスタムのね、コメントとかね教えてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、ということで、最後に本日撮影させてもらった店舗さん店内状況だけ見て終わりにしたいと思います。え、ベンデッタまんま入れてるベンデッタ5台あるんですけどまんま入れてます。北斗、これ5000枚入れてます。これとかも4000枚ぐらい持ってますね、今。鬼武者もめちゃめちゃ出てます。この 6.5 の一体いいっすね。番長4もかなりいいっすね。出てます、番長4。あと、このカマネリの島がめちゃめちゃ盛り上がってるっす。結構なんか、メダル機が、まあ、盛り上がってるように感じましたね。まあ今回なんか 6.5 が結構主役に感じました。そんな感じです。以上ありがとうございました。最近まあちょくちょく磯と会う機会も多いんやけどさ、まあよう話題に上がるのがこの聖夜のことやな。この計算でいったらさ25万負けれますよね。この誰も座ってない聖夜の島に飛び込んだ瞬間
ハマったやろな俺は。ジュートにハマったんでしょうね。フェニックス。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたにサクセスな一日でありますように。